運転を開始いたしました。日光軌道は1968年の営業開始まで東武グループの路面電車として日光市内を走行しておりました。また車両は客型ボディ車の車体デザインをまとい、車内前方には横向きロングシートを採用することで路面電車の雰囲気を感じることができます。懐かしい路面電車の気分を感じ、旅の思い出にしていただければと思います。 Thank you for riding Tobu Bus Nikko. Tobu Railway has started operation. Thank you.
SL は1941年に第製作所で製造された T11 型207号機で、以前は北海道で使用されていた車両でございます。大樹という名称は世界遺産日光の社寺である日光東照宮から連想する、将軍の別称尊称であるとか、世界一の高さを誇るタワー東照スカイツリーを表記させることから、力強く大きく育ってほしいとの思いが込められています。Run on Saturday and Sunday. Please confirm the operation date.
连接尾鹿川温泉和下津寺站，行程大约35分钟。乘车需要座位指定的车票。春季列车主要在周末节假日开，确认好开车日期再乘坐。ご利用の方は、新幹線の読み取り機に立ち寄ってください。本日もドーバスをご利用いただきまして、ありがとうございます。